よし、ミスリル豆腐インゴットもたくさんできたので、今からですね、ちょっとまた変わったことをしていこうかなと思います。豆腐ファクトリーリローデッド、このモッドも実は入れてあります。この豆腐クラフトにはその豆腐ファクトリーリローデッドを使うことによって連携させることのできるモッドがたくさんあります。僕が前に実況した竹モッドだったりとか、メープルツリー、あの辺も連携させることができます。で、ビルドクラフトだったりインダストリアルクラフトだったり、この工業化モッドで有名なモッドたちも連携させることができます。なのでそういったモッドをですね、順々に入れていってやっていこうかなと思います。ちょっとここからね、本当に難しくなるとは思うんですが、一緒にお勉強していけたらなと思います。わからないことがあったらコメントなどで教えていただければなと思います。僕がわからないことですね、あったら教えてください。さあ、じゃあまずですね、この豆腐ミスリル豆腐インゴットを活用するために入れたモッドがインダストリアルクラフトです。このインダストリアルクラフト、これを説明させてもらうと、このマインクラフトの世界に科学的要素だったり工業的要素を追加するモッドになります。このマインクラフト自体の世界にはない電力を使って機械の装置を動かしたりっていう現代科学や未来科学を主体としたさまざまなものが導入されるってウィキに書いてある書いてあります。なのでこのインダストリアルクラフトも徐々にねやっていこうと思います。じゃあまずインダストリアルクラフト、これのものがね必要なのでね、ちょっとまたね鉱石を掘りに行きたいと思いますよ。さあ、まず何をすればいいか、今ウィキ見たらね、とりあえず資材を集めることって書いてあります。どのぐらい集めたらいいんだろう。銅鉱石、スズ鉱石、ウラニウム、樹液、既存鉱石、こういうのがいるらしい。ちょっと集めに行ってみようかな。でなんかね、そのゴムの木っていうのが湿地帯に生えやすいっていうことで、ちょっと湿地帯に行こうかなと思います。家の裏の山をねずっと進んでいくと湿地帯があるので、ちょっとそっちに向かって行ってみようかなと思います。湿地帯には着いたけど、ここにゴムの木っていうのがあるのかな。ちょっとネザー経由で遠くに行ってあるか見てみようか。新しくなんか生成されてそうじゃない？どうなんだろうね。ちょっと一回帰ってネザーから動いてみようかな。さあ、サバンナだね。近くに何かがありそうな雰囲気はないお、このさ、葉っぱが伸びとる木はこれ、よいしょ、これゴムの木なんじゃない？なんだこれ。ちょっと、あ、だよね、色が違うもんね。お、ラバーウッド、あ、やっぱゴムの木だ。ゴムの木だね。じゃあこれを取っていけばいいかな。これって家で育てれるんかな。そしてね、何よりね、見つけれてよかった。俺これでさ、もしこういうのなかったらさ、お蔵入りじゃん動画焦った。よかった。あ、苗木も取れるね。この辺結構この黒いダークオークみたいな色のがゴムの木だろうね。よし、集めよう。よかった。スティッキー、なんだろうこれ、レジンっていうかな、スティッキーレジンっていうかな、なんか手に入れたね。おお、なんだ、苗木も結構落ちるしいいんじゃないか。おお、
作り、お、ちょっとなんか新しい鉱石見える、こっからちょっと行ってみよう。あったあった、ニューオレマイナー、コッパーオレ、カッパーオレ、うん、コッパーオレなんだろうね、コッパーオレ、なんかね結構いろんなとこに新しい鉱石見えるな。あの下にね黄緑のやつも見えるんだよね。よいしょ、あ、これ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 、これは？ウラニウム、ウラニウムだって、ウラニウム鉱石、うんうんうん、あのウランとかの元になるやつなのかな。よいしょ、なんか原子力とかも使うんだよねこの IC2 インダストリアルクラフト。あ、このティンディンかなチンディンかな、ティンディンかな、これは鈴鉱石らしい。テンオール、水流れろ、オッケー、これも掘ってった方が良さそうだね。あ、なんかあの木は見覚えがあるね。来たこの鉱石を取りながらついでに廃鉱も攻めれるっていう奇跡。よし、ラッキー。お、なんか新しい鉱石もある。これは何鉱石だろうね。お、リードオレ、リードオレってなんだろう。ちょっとこのリードオレっていうのはなんかわからんな。今 見たんだけどちょっと見当たらんかったんで、また分かり次第やっていこうと思います。リードオレなんだろう、リードオレ、リードオレ、ん、まさかの、まさかの、よし、ほい、レッドストーン、金インゴットよ、おー、いいね。とりあえずチュートリアルで必要だと書かれているものはだいぶ集まったので、これでちょっと一回帰ろうと思います。多分まだまだ足りないものがたくさんあるとは思うんですけど、とりあえずちょっとこれでね帰りたいと思います。さあ、よいしょ、あ、あとこれはいつか村人さんが来てくれることを祈りつつ建てたんですけど、まだちょっと何もしてないです。建てただけですね。とりあえず粉砕機っていうのを作らなきゃいけないんでね。あと火力発電機か。うん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 。じゃあこれ次回火力発電機と粉砕機を作って、そっからまた豆腐リロードと豆腐リローデッドで追加されたものも作っていきたいと思います。ありがとうございました。